パトリック・ジェームズ・コールマン・マクネアは、北アイルランド出身、ミドルズブラ FC 所属のサッカー選手。サッカー北アイルランド代表。ポジションはミッドフィールダー。マクネアが12歳の時に、北アイルランドを拠点に、マンチェスター・ユナイテッドのスカウトを務めいたトニー・コールターに見初められ、学校が休みの時には、クラブの練習に通い始めるようになった。2011年に、ユナイテッドに加入し、バリー・クレア・コルツでは中盤の選手として活躍をしていたが、ユースチームのコーチであったポール・マクギネスによりディフェンダーにコンバートされた。ディフェンスラインにポジションを移すまで、マクギネスはマクネアにマイケル・キャリックの姿を重ねていた。トップチームのディフェンスラインに欠場者が多く出たこともあり、2014年9月27日に行われ、2-1で勝利したウエストハムユナイテッド戦にスターティングメンバーとして出場し、プレミアリーグデビューを果たした。2016年8月11日、チームメイトのドナルド・ラブと共にサンダーランド AFC へ移籍することが発表された。2018年6月26日、ミドルズブラ FC と4年契約を締結したことが発表された。移籍金は非公開となっている。2014年11月4日に UEFA ユーロ2016予選のルーマニア代表戦に向けた A 代表メンバーに初めて招集されたが、出場機会は得られなかった。バークレーズプレミアリーグスクワッドリスツ2013、14、アレリビールドハット AB プレイヤープロフィール、ハットショック、マンチェスターユナイテッドコール、アップ 4NI スターレット、パディ・マクネアハットフイズマンユナイテッドデブヤタント、パトリック・マクネア、デュオツーラン・ロルズ、ハットマンチェスターユナイテッドメイ、コールオン、パディ・マクネアデューツーリフェンジブクライシス、ハット NIT エージャー、パディ・マクネアハンデッドマンユトド、デビューアゲンストウエストハムハットマンチェスターユナイテッド、エスパディ・マクネアインノーザン、アイルランドスクワット。ありがとうございます。